じゃあ私得意なダーツにしてみる。そう、ソラちゃんのダーツ見たいってヒロが言ったの。そうそうそう、事前準備で見たい。お願いします。もしかしてソラちゃんヒロにとどめを刺しに来てる。まだ 5回勝負だから全然まだ大丈夫だよ。気のせい、全然まだ全然。カウントアップは、うん、いけます。できる。はい、どっちでも、どれでも、どれでも点を取っていくやつね。はい。でもね、たまにね、ジョイコンくんがね、悪さをする時があるから。白タッチ操作でやるね。いいよ。そう、この間さ、ジョイコンでさ、ゲームしてたらさ、ジョイコン飛んでってさ。まあ、そうね。うますぎえ、これデモ？今、白はデモプレイを見てる。あー、違う。ん？違う、私だね。やばすぎん？やばすぎん？ね、1は2トラメンにね、こっちから行くの、ポーだから。ねえポーはね、ポーは1を取らない。おぉジョイコンストラップしてもろって言ってみんなに言われてる。おぉ、でも今そっちの方が勝ってるよ。まあ、ちょっと本気出しちゃったかな。ストラップって、ストラップさ、形を感じちゃったからいけなかった。そうだった。無理だと思ってしてた。すいません、任天堂さん。あー、じゃあやばくない？やばすぎるんだけど。20のダブルだってこれ。あ、20トリプル2回入れた。やばー。はいはいはい。ねえ、で、操作感多分今私のやり方の方がやりやすいかな。いや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 、すんごっ。ああ、持っている空というのが落ちのすごく上手なの。よし、わしのおかげで空ちゃんのダンスが得意に。なんか喋っとる。ちょっとね、空ちゃんのうまさに浸ってみた。なんでこれはさ、20のトリプルでいい位置じゃなかった。もう知らない。あ、位置行きやすいんだよね。さようなら。さようなら。さようなら。うますぎる。うますぎる。この前やったばっかだから。やっぱしゅうちゃんカツ食べたから。あ、今日の夕飯はとんかつだった。当たらないからさ、それだけですごいんだよ。そうなのじゃん。うん、ソラちゃんはわしの弟子。嘘です、弟子です。ねえふんあ、なんで左に打ってるのにさ、もう知らない。ふん、あ、すごい、ラーメンそれしかもらえないの。あのね、ど真ん中だと50点なんだよね。ちょっとダメだったんだ。でもね、25点って20の次に大きいから悪い場所じゃないよ。すごいさ、それじゃメンタルさ上げてくれるじゃん。励ましてくれる。さすが、なんだろう、性格まで強者。いや、そんなことないよ、全然。あ、ひろちゃんもほいほんとに狙ってないのにほい。あ、でもほら19の3倍でかいでかい。ふぅ、でも12も大きい。ふぅふぅふぅ、なんか幼女がさ、うん、素敵なお姉さんに褒められてる図みたいになってるけど。うますぎるんだって。パジロパジロ懐かしい。なんかそれ聞いたことある。おぉ、シロマジと、数字おかしくない？ 3 桁ですよ、奥さん。ほいっちょ。ほぉ、また親の顔より見た1かしら。またあったね、新しい4点。だってあっ、ねえ、ソラちゃんのね、トリプルの真似をしたんですよ。さあ皆さん、弟子が落ちますのでね、見ててください。ほら、あれ弟子
でもだんだん上手くなってるから。うん、ソラちゃんすごいね。ソラちゃんさ、あのリアルガチでやった時とどっちが点数高い？いや、リアルでこんなには出ない。リアルは多分350から500の間くらいかな。いや、すごいことだよ。だってリアルってだってリアルだったら後ろにも飛んでくでしょ。ゲームと違って飛んでかないよ、後ろに飛んでく。え、だってさ、ゲームだと前にしか飛ばないじゃん。でもリアルだとさ、後ろにも飛ぶしさ、後ろで手離したらもう後ろ後ろだから360度じゃん。ゲームはさ、なんか120度ぐらいじゃん。だからさ、めちゃめちゃすごくない？あ、後ろってあの、本当に真後ろってこと？そうそうそう、真後ろ。背中側じゃなくて、そうそうそう、背中側。だからさ、白ボーリングでも後ろにすっぱ抜けたことあるもん。あのあれね、ダーツ自体が持ってるダーツがすっぽ抜けてってこと？そう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 。逆かな、なんかすごい全力投球しちゃうことの方が多いかも。抜けない。